ジョグメック石炭開発部の国吉です。本日は最近の石炭価格の動きについて中国、インド、両国の需給との関連を中心に簡潔に報告させていただきます。この図は日本の石炭輸入価格の推移です。石炭価格は 2021年から22年にかけた極端な高値からは値下がりしましたが依然高水準であり円安の影響もあって日本の輸入価格は一般炭原料炭ともに過去最高の水準を大幅に上回った状態が続いていますまず一般炭について説明をいたします この図はアジア及びヨーロッパの一般タンスポット価格の動きです。赤は日本に最も関係するオーストラリア産6000キロカロリーの高品タン。黄色はヨーロッパにおける高品タン。青は中国が多く輸入する5500キロカロリーのオーストラリアン。 グレーは、それと同ヒーれれ一般タン価格はロシアへの制裁の影響をより強く受け低品位タンよりも大きく値上がりしましたが供給フローの組み換えや天然ガス価格の下落等により2023年夏頃までには 現状の価格レベルまで低下をしました。しかしながらコロナ以前と比較すると依然高止まりをしており特に日本が最大の輸入国である豪州産コーヒーイン一般単の価格は右の図の通り低品異端のみならずコーヒー端のヨーロッパ着価格と比較してもトンあたりおおむね 20ドル前後割高な状態が続いています。高品ヒー一般炭の主たる輸入国はヨーロッパと日本を中心とする東アジアです。EU の域外からの一般炭輸入量は2019年から20年にかけて大きく減少した後、2021年から22年は コロナ禍で低迷した経済の再開に加え天然ガス需給の逼迫もあり増加に転じましたしかし2023年からは再び減少に転じ足元の2024年3月4月では2021年と比較しても半減程度となっています輸入元では 2021年には70%がロシアからの輸入となっていましたがウクライナへの軍事侵攻に対する制裁として EU はロシアからの石炭輸入を停止し2022年8月にかけ急速にコロンビア、南アフリカカザフスタン等多様な供給ソースへの転換を進めました。 なお、2024年3月から4月は、それまで最大の輸入元であったコロンビアからの輸入量が急減しています。次に、コーヒー一般単の最大の輸入国である日本の状況です。日本の一般単輸入量は、2022年に コロナ禍の影響で1億2200万トンに大きく落ち込んだ後、2021年から22年は2年連続して増加をしました。また、ロシアからの輸入量は減少した一方、最大の輸入元であるオーストラリアからの輸入量が増加し、シェアは過去最高となりました。 2023年は暖冬や原子力および再エネによる発電量の増加により一般炭輸入量は前年比10%減少し2024年1月から5月もさらに5%減少していますこのように一般炭の最大の輸入者である日本とヨーロッパ の需要が大きく減少しているにもかかわらず、高品位一般炭の価格は高止まりしている現状です。次に、世界最大の一般炭輸入国である中国の状況です。世界の石炭の約6割を生産消費する中国の石炭生産量は、左の図の通り、 2016年にかけて一旦減少しましたが、その、その後は火力発電量の増加に伴い、年率5%近い大幅な増加が続いています。一方、右の図の通り、電力以外の石炭多消費産業の製品は、鉄鋼、セメントといった ええー、業界ですけれども、えー、これらの生産量は頭打ちとなっています。ただし、2024年1月から5月は、最大の山炭症である山西省の稼働が、事故の多発により低下した影響で、前年同期比3%、約5400万トン減少しています。水力発電量の増加もあって、 火力発電量の伸びは鈍化していますが石炭輸入量の増加が続いています中国の国内炭の主要生産地は山西省内モンゴル自治区山西省であり中国の石炭の消費地である沿海部においては輸送費を含め輸入炭の方が 価格優位性があります。中国政府は国内石炭産業保護の目的から輸入量を制限してきましたが需要の急増と国内価格の高騰の抑制のため制限を緩和しましたそのため2023年の一般炭輸入量は1億4000万トン近くも増加し 特に政治的な摩擦から2021年から22年にかけて約2年間輸入を停止していたオーストラリアから1 9 0 0万トンもの一般炭を輸入しました2024年になってもオーストラリアからの輸入量はさらに増加しており最近ではコロンビアからの輸入量も増加をしています すなわちコーヒー一般産の主要輸出国である豪州やコロンビアは従来の輸出先であるヨーロッパや日本の需要の減少を中国への輸,入輸出を増加させることによって補っていると言えると思います次に中国に次ぐ石炭生産消費国であるインドの状況です インドも発電用を中心に石炭需要の増加が続いています。国内炭の増産により輸入量の増加は抑制されていますが、電力需要の増加ペースが上昇したため、2023年度は過去最高の輸入量となりました。なお、 インドでは国内炭は発電用に優先的に供給されること、及び品質要求の問題から、輸入炭は通常産業用の比率が高いのですが、電力需給逼迫による輸入炭仕様の発電所の稼働上昇により、発電用の輸入量も増加しています。 インドの石炭輸入量は原料炭は鉄鋼生産の増加に伴い一貫して増加しています一方一般炭の輸入量は国内の需給により大きく変動しています2023年度は電力需給の逼迫による輸入量の増加もあり 一般単輸入量が初めて2億トンを超え足元でも高水準の輸入が続いています輸入元の構成は中国ほど急激な変化はありませんがロシア米国豪州からの輸入量が増加しておりインドも余剰分の受け皿として機能していると言えると思います 続いて原料炭に移りますこのグラフは高品位原料炭である強年結炭の価格の推移です青が最も代表的な指標である FOB オーストラリアの価格です参考として鉄鉱石の価格について黄色のラインで併記をしています 原料炭価格は一般炭と同様にオーストラリアにおける悪天候やロシアの軍事侵攻の影響で急上昇しましたが実際にはロシア炭の原料炭市場における位置づけはさほど重要ではなく鉄鋼需要の減少により原料炭価格はすぐに下落に転じましたしかしながらその後は 鉄鋼生産量が減少する中でも原料炭需給の緩和は限定的で足元でも250ドル前後の高水準を維持しています、うん、世界の鉄鋼生産量は約6割を占める中国の頭打ちの影響を受け2000年以降は ほぼ横ばいとなっています。主要国の中でインドのみが生産量を増加させており、原料炭の国際市況にもインドの動向が大きく影響する状況となっています。なお、直近2024年4月から5月のインドの速行生産量の伸び率は低下していますが、インド総選挙や インドを去ったた熱波が影響したと言われています中国では鉄鋼生産で使用される原料炭の多くは国内で生産されますが不足分に加え経済性から消費量の2割弱が輸入され 最大の輸入国となっています。2020年以前は中国の原料炭の最大の輸入元はオーストラリアでしたが近年では相対的に価格の安いモンゴル及びロシアからの輸入量が急増しています。一般炭とは異なり 輸入停止が解除された以降も、オーストラリアからの輸入量は限定的であり、中国の輸入量は増加していますが、国際市況への影響はさほど大きいものではないということが言えると思います。次に、インドの原料炭の輸入量は、先手生産量に応じて増加しています。 インドの原料単輸入元は従来はオーストラリアが圧倒的なシェアを有していましたが近年では米国やロシアからの輸入量が増加しオーストラリアのからの輸入量が減少傾向にあります中国およびインドといった 最大の原料炭輸入国がの輸入、えー、オーストラリアからの輸入量が減少傾向にあるにもかかわらず、オーストラリア産去年決算の価格は極めて高い水準にとどまっています。すなわち、供給サイドの制約が原料炭価格に大きく影響していると言えます。以上をまとめ、 今後の見通しは次の通りです。内容は昨年からほとんど変化がないということが言えると思います。まず一般炭について、ロシアへの制裁により超タイトとなったコーヒー一般炭の需給は、中国、インド、トルコとを制裁不参加国へのロシア炭の流入により再バランスしています。 コーヒー一般単価額は極端な高値は是正されましたが、供給の増加が見込めないこと、貿易相手国が固定される傾向にあること、等によって、えー、る部分と、えー、も、一方、生産コストが上昇していることなどから、足元のように景気動向による部分は大きいものの、当面は 高水準の価格が維持される可能性が高いといえます中国インドの需要の増加もしくは高止まりは低品炭のみならず一般炭全体の価格を下支えするものとなると考えられます原料炭については鉄鋼生産の主流は 当面、高炉転炉法であり、原料炭需要に大きな変化はないと見られています。原料炭の中でも、特に高品位強年決炭の産地及び生産者は限定的であり、需給の大幅な緩和は見込めず、高水準の価格が維持される可能性は高いと考えられます。従って、戦略的な資源確保、 調達先の多様化が今後ますます重要となってくると言えます。本日の報告は以上です。なお、石炭資源情報のサイトには、追加のページを含む資料を掲載いたしますので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。